ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ東京より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。で今回ご紹介させていただくお車が2016年式アウディ RS6 アバント、こちらをご紹介させていただきます。いつにも増して、はい、ちょっとアウディ知識少なめなんですけれども、あ、そうですか、はいはい、また土方さんに乗っかるっていうそういう感じでお届けしたいと思います、はい、でまずこちらの車、はい、なんか色が、そうなんですよ、はい、細かいことを言うと、はい、このアウディの RS モデル、はい、一番最初に始まったのが RS アバントという車なんですけど、はい、それがイメージカラーでブルーを使ってたんです。あ、なるほど、はい、なのでそこから、はい、RS アバント、はい、まあ、4も6もありますけど、はいはいはい、ブルー系の色ってやっぱりこう、はい、なんか特別感があるような、あ、まあ、好きな方はやっぱり分かってらっしゃるので、さっきと名前が冠されたり、はい、というのでちょっとこう伝統がある。なるほど、代々こうイメージカラーに使われてきて、そうです、使われてきてます。そうなんです。今回の車がこのセパンブルーです、はい、そうです、セパンブルーです、はいはい、セパンサーキットになんかちなんだというか、そうですね、はい、イメージしたブルーになってる。そうです。で初代が RS アバントのブルーはノガロブルー、はいはい、ノガローサーキットだったかな、はい、確かフランスだと思うんですけど、はい、のサーキットの名前から取ってます。なるほど、はいはい、うん、結構人気もあります。あるんですやっぱり。なるほど、はいはい、皆さん知ってらっしゃるので、あ、はい、白黒当然人気ありますけど、はい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 、あでも RS6 で言うとやっぱり黒だったり、はい、このブルベタだったりっていうのがやっぱり一番人気ですね、はいはい、青が人気の車ってあんまりないですよね。少ないですよね、はい、イメージカラーとして使っている車も少ないので、はい、日本ではなんかあんまりこうピンとこないかもしれないですね、はいはいはい、けど発色が良くてメタリックですか、ね、メタリックです、はい、結構目立つ感じの、うん、なんかドイツ車の割にはそうですね、綺麗なメタリックペイントですよね、はい、そうですね、細かい、うん、粒子の細かい感じの、そうです、はい、うん、そして前回りからいくと、はい、こちらの車はいわゆる後期型っていうこと で、うん、で、はいはい、あのつぶつぶのヘッドライトじゃない方、ね、ない方です、はいはい、なんでこっちの LED のチューブというか、そうです、はい、ちょっとシュッとしてる感じの、はい、そうですね、はいはい、そしてこの辺は最初からグロスブラック的な感じになってるんですか。そうです、最初からグロスブラックですね、はいはい、で、RS を象徴するこのサテン系のシルバーペイント、はい、そうですよね、はい、RS って言ったらなんか僕もこのイメージです。そうなんですよ、はいはい、で特にこのシングルフレームと言われるグリル、はい、大きいグリルなんで、はい、迫力もすごいですね。でこの下側もサテンのシルバーになってます、ね、そうです、これもサテンのシルバーになってますね。なるほど、はいはい、あとはちょっと映ってると思いますけど、はい、これは、レーダークルーズ、はいはい、プレセーフあの機能、プレセーフの、パッケージ、はい、アウディのオプションですね、はい、がついてますので、レーダークルーズと、はい、あとブラインドスポット、あ、なるほど、はい、はい、いう安全装備もついているお車になります。その辺も充実してるということですね。そうですね、はいはい、結構前素地があんまりないんで高級感ありますね、うん、ありますね、はい、でライトもやっぱり後期って顔がこうシュッとしてるので、してますよね、はい、はい、なんか古い車には見えない。そうですね、うん、はい、現代的なんですね。新しいのが、そうです、現行新車が出てるので、はいはい、新型が出たので一つ前にはなるんですけど、全然そんな感じを感じさせないですね、はい、そうですね、はい、はい、そして横に回っていくと横がすごい、もう、はいはい、これちょっと僕サイズ2度見したんですけど21インチ標準なんですね。そうなんですよ、はい、ということはこれインチアップしたら22ぐらい入っちゃいそうです、うん、全然入りますね、はい、まあ、車のキャラクター的にタイヤのちょっとこの厚みもこれぐらいあった方がいいかななんていうんで、はい、そうですね、まあ、21インチも結構マストなサイズみたいですけど、うん、だと思います。迫力がすごいですね、うん、もし車外ということであれば22インチは入れてみたいなって感じですね、はい、あ、なるほど、あとは RS モデルなんで、はい、もうフェンダーがブリップリに出てますから。そうですね、はい、もう車だって大きく見えますもんね、全然、はい、一回りそうなんですよ、はい、ものすごい厚みが E セグメント、E セグメントでいいんですよね、はい、そうですね、に見えないぐらいなんか、はい、ね、幅もなんか車が大きく感じます、はいはい、そしてブレーキローターこれ他にないですよね、はいはい、うん、アウディの独特な感じの、うん、ウェブローターですね、はい、ちょっと花びらみたいな、はいはい、うん、感じのローターで、はいはい、この原車でいうともうまだまだ全然、はい、全く耳が出てない、全然減ってないですね、全く減ってないです。これなんかあれなんですか、この花びらみたいになってるのは、はい、なんかちょっとそういう効果もあるんですか。おそらくスリット的な効果もあるだと思いますね。あの放熱だったり、はいはいはい、もしかするとその軽量化だったりとか、はいはいはい、なんかこうバネした重量のことを考えてやってるのかなと思います、はい、でキャリパーもとてつもないでかいですよねこれ
なんかもう普通に乗用車っていうかもう、うん、ワゴンについてるブレーキじゃないですよね。ね、スーパーカーみたいなサイズのキャリパーが入ってます。そうなんですよ。それ車高も若干低いんですか。はい、低いです。なるほど、うん、もうちょっとでも気持ち攻めたい感じな。そうですね、はい、ボンドスタイルとしては、はい、そうですね。もうでも横からの迫力が半端じゃないです。半端じゃないです。フェンダー、タイホイール、はい、ブレーキと、うん、はい、そしてこっちに回っていくと、はい、こちらの車は意外にシルバーじゃないんですね、はい、ミラーは。そう、はい、これオプションかなんか。そうです。あ、やっぱり、はい、カーボンミラーカバーが装着されています、はい、うん、めっちゃレーシーです。そうですね、かっこいいですよね、うん、でもこの辺はちゃんとサテンのシルバーで。そうです、はい、窓枠と、はい、オリジナルのルーフレール。ルーフレール、はい、はい、なるほど、うん、でこのサイドスカートなんかもあれですか、 RS 専用の。そうです、標準で専用でついております。なるほど、はい、はい、ちょっと横も自然な流れでリアフェンダーも膨らんでて、うん、はい、うん、でリアも同様のサイズですかね。はい、はい、リアもすごいです。さすがに片押しですけど、はい、ローターもこの異形のローターで、うん、はい、迫力が半端じゃないですね、はい、すごいです。そしてアウディこの ワゴンのなんか形がうまいですよね、うん、こう、はい、なんか上手ですよね、はい、うん、自然な感じでバランスがすごくいい、はい、うん、はい、そしてリアもこのフロントのちょっと衣装に似せた感じの、はいはい、このチューブというかを使った。そうですね、はいはい、テールランプで、うん、はい、でなんか他の車よりなんか赤く見えるんですけど、僕気のせいですかね。いやいや、そうです、赤いです。濃いですよね、うん、なんかオレンジとか白とかってほとんどないじゃないですか。そうですね、もう真っ赤っかに見えるテールランプと、はい、はい、そしてエンブレムと、うん、はい、この辺もしっかりついてて、はい、そしてリアがこれ下側がすごいことになってますけど、はいはい、ディフューザーもディフューザーがちゃんとついております。でマフラーの出口もなんかちょっと、うん、半端じゃないです ね大きさが、はい、オーバルで、もう本当に後ろから見たらもうハイパフォーマンスモデルだなってすぐ分かる。間違いないですね、はい、マフラーとワイド加減と。そうですね、はい、実際にこう走ってて何回か僕も遭遇した時あるんですけど、はい、普通に高速道路走ってて、はい、後ろから RS6 来ると怖いですよ、はい、ものすごい幅が広く見えるんで、はいはいはい、迫力がすごいです。尋常じゃない感じしますよね。いや、しますね、はい、もう本当に外観からにじみ出るこの迫力感がすごいです、はい、本当です。はい、じゃあ続いて内装を見てみたいと思います、うん、よいしょ、はい、内装めっちゃおしゃれですね。で、はい、真っ白白の、真っ白白でもないです、はい、でもないです。なんていうんですかね、グレーっぽい。そうです、はい、かなり明るいグレー、はい、ライトグレーというんですかね。そうですね、はい、そんな感じの、はい、ドアも、うん、はい、真ん中が、はい、その色のアルカンターラですか。アルカンターラ、なんかバックスキンっぽいですね。バックスキンですかね、うん、はい、でこのステッチも同色系のステッチなんですね。はい、そうです、はい、うん、かっこいいですよね。こう黒とか赤とかのステッチでこうステッチ目立たせる感じじゃなくって、はい、こうあえて同色系のまとまりのある感じ でこの辺カーボンのパーツが透かせたりとか、はいはい、でこのスイッチのトリムなんかもサテンシルバーなんですね。やっぱそうです、はい、でオーディオは、うん、ボーズですね、はい、なるほど、うん、はい、そしてシートこれ、はい、すごいですね、めっちゃおしゃれですね。いや、かっこいいですよね、はい、六角形の、はいはい、で新車でものすごい金額するお車じゃないですか。そうなんですよ、ね、はい、僕さっき下で調べて新車の金額見てびっくりしました。びっくりですよね、はい、なんですけど、はい、レザーシート標準じゃないんですよ。え、そうなんですか。残念ながら。そうなんですか。そうなんです。で、これはオプションのレザーシートがついてます。しかも、はい、まあ後で土も触れると思うんですけど、はい、距離がものすごい少ないんで。そうなんですか。はい、状態がすごいです。え、これついてなくてその2000万円近くするんですか。新車は車両本体価格が1800万円近く、はい、でも そこからオプションをつけていかないといけないので、はい、やはりこのぐらいの装備になると2000万円いっちゃうっていうお車ですかね。すごいですよね。すごいですね。すごいです。え、それがオプションってことはじゃあ他の部分にほとんどその高額っていうか、はい、費用がつぎ込まれてるってことと思います。エンジンとかその足回りとか、はい、言ってみたらボディとか、はい、メーカーが言うには、はい、一応ボディを作り直していくっていう。あ、そうなんですか。そうなんですよ。じゃあなんかそのそういう補強だったりとか、はい、あとはフェンダーだったり、はい、でいろんな部分が全く違うので、はい、ただ A6 のなんかちょっと速いやつってそういう次元じゃないんですか。じゃないです。別の車っていう。別の車です。 A6 の、はい、から派生して速い車って、はい、S6 じゃないですか。はい、これはもう全く別の。あ、そうなんですか。はい、RS6 なんで全く別だと言われてます。そうなんですね、はい、で意外にこの辺がオプションで。そうです、
これ六角形はなんかあれなんですかね、うん、意味というかアウディのなんかそのなんかありますよね。ちょっと僕も調べてなくて分かんなかったんですけど、グリルだったりこのシートの、はい、ですよ ねステッチだったりっていうのを多用されてるので、はい、何かしらなんかちょっとランボに繋がるところもなんかあるかなって、うん、そんな気がしますね。ランボルギーニも結構六角形の使ってるんですよね、はい、使ってるんで前回の SV でもね、はい、見ましたけど ありましたね、うん、はい、でバックレストというか背もたれにはエンボスで入ってるんですか。エンボスです。はい、はい、RA6 の、はい、ロゴも入って、はい、ステアリングがなんかもう僕これすごくアウディだなと思ってたんですけど、この全面パンチングの、うん、そうです、はい、うん、結構個性的なステアリングで、はい、うん、はい、D シェイプになってますね。ちょっと乗ってみてもいいでしょうか。どうぞ、はい、よいしょ。あ、なんかもう普通にというか前回の SV が、はい、ちょっと強烈すぎて、はい、普通に何ですか、乗用車感覚で乗れるなっていう、はい、でもおっしゃる通りで、はい、全く乗車感覚ですよね、はい、うん、意外にというかもう拍子抜けするぐらい普通に、はいはい、そして中はもう本当に、うん、はい、いい感じじゃないですか。いい感じに普通に使いますよ、はい、で、はい、カーボンのパネルだったり、はい、グロスブラックのパネル、はいはいはい、ちゃんと高級感もそうなんですよ、はい、演出しつつありつつの、はい、ただなんか高級すぎないところも、はい、いいですよね。いいですね、はい、はい、うん、この辺もちゃんとレザーになってて、そうです、はい、カーボンになってて、はい、はい、でオーディオは、うん、まあ、この辺は共通ですよね。そうです、共通です、この辺は、はい、でメーターはこれ RS6 っていうか、うん、RS モデル専用の、はい、専用メーターですね。なるほど、うん、ロゴが入って、はい、320キロ。そうです、でこれリアル300キロ出るんですよね。これリアル300キロ出ます、はい、恐ろしいですねこの車、はいはい、恐ろしいと思います。でステアリングは先ほど触れたステアリングは RS6 のロゴが入って、うん、そう、はい、オールパンチング、はい、で意外にオールそうですよね、はい、大体こう握るとこだけじゃないですか。ですよね、はいはい、上までしっかり、そうなんですよ、パンチングっていう、はい、でちょっと控えめなパドルと、うん、はい、はい、でこの辺もしっかり装備も、うん、アウディ割と充実してますもんね。してます、はい、でこの車は特に充実してます、はい、オプションはい多数ということで、オプション多数です、はい、ヘッドアップディスプレイがあったり。なるほど、ちょっとオンにしてみていいでしょうか。どうぞ、はい、わあいいですね、いい感じです、いい感じです、はい、かっこいいですね。これこの辺で切り替え、うん、でもメインのこのシステム的には普通の A6 と一緒ですよね。一緒ですね、はい、デザインがちょっと、はい、そうです、はい、基本は一緒なんで、なるほど、うん、はい、操作に迷うこともないです。なるほど、はい、シフトも、うん、はい、ロゴが入って、はい、これ専用でパンチングです、はい、はい、なるほど、うん、この辺のナビ周りも普通の、はい、もう至って、はい、普通のアウディ A6 と一緒ですね、うん、で内装ピラーはアルカンターラ、はい、アルカンタで、はい、天井もアルカンタラで、アルカンですかね、バックスキンですかね、バックスキンなのかな、なんか質感がすごく良くてステッチも入ってるんですよ。そうなんですよ、だからかっこいいんですよ原車見ると。すごい、なんかもう天井だけ見たらスーパーカーじゃないですか、うん、いや本当ですよね、はい、うん、でこの辺のバイザーも、はい、はい、いやいい感じですよ、うん、はい、あ、はい、その辺もついてますね、はい、はい、入ってついてますね。内装こんな感じでしょうか、はい、はい、なんか本当にちょうどいい感じにこの A6 感も残しつつ、うん、そうですね、はい、高級車もの雰囲気もありつつ、はい、はい、意外にこれ距離が伸びてる個体が多いんでしたっけ、はい、はい、多いです。なんか納得しましたですよね、はい、これ乗れますもん普通に、はい、はい、日常の足で、あ、そうです、よいしょっていう感じしないですね、ね、はい、気負うこともないし、はい、使い勝手悪くもないから、はい、日常の足で使えちゃうんで、はい、けど踏んだらもう半端ないですね非日常が味わえるっていう、そういうことです、はい、はい、いいっすねこれ、うん、これはいいですよ、うん、はい、一番すごいのは、はい、これだけのパワーでものすごい足回りで、はい、なんですけど、はい、クアトロシステム、まあ、いわゆる四駆ですよね、はい、四駆が、あの、なんていうんですか、四駆のあの足回りなんで、はいはい、もうあの踏み切れちゃうんですよ、あ、怖くないんですよね、肉と違ってだからそこが面白い。あ、なるほど、で日常的に普通に街中走ってれば普通におとなしい、はいはい、もうストリート最強ですね、最強だと思いますね、特に目立たない、でも走りはものすごいっていう、はいはいはい、いいとこ取りです。いやこれはいいですよ、はい、はい、で僕がいつもこだわっちゃうこのペダル類もかっこよくないですか、かっこいいです、高級感あります、ね、これ OK でしょ、はい、で、はい、
すごいです。であとこっちに、はい、ここに ETC ですね。あ、なるほど、はいはい、その辺もついてる、うん、はい、これモニターは出てくるやつですか。出てきますよ。あ、なるほど、うん、あ、OK です。そしてナビは、はい、まあ、この辺はアウディですからね、うん、そうですね、はい、もうあの何にも可もなく不可もなく普通に使っていただけます、はい、であとはここで、はい、まあ、選んでいただいて、例えばメディアですね、はい、でこのメニューの通り、はい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 、ソースを押していただければ、はい、なるほど。テレビもついてるんですね。あ、ついてますよ、はいはい、あと外部入力と、はい、Wi-Fi ですね、はい、でこの辺のナビとかメディア関係はもう、うん、はい、安定安心の安心の、はいはい、間違いない感じです。で、あとこれがドライブセレクト、はい、でここは RS じゃないんですね。そう、ね、うん、あ、そうなんです、ね、そう。ただコンフォート自動ダイナミックっていうのがありますので、モード切り替えもついてる。そうです。なるほど、うん、うわ、ここは RS にしてほしかったですね。してほしかったですね、はい、ドライバーアシストだったりとか、はい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 、こういうヘッドアップディスプレイだとか、あ、なるほど、はい、こうアシストメニューも当然出せますし、え、めっちゃ充実してますね。内容はすごいですよ本当に。で、あとは、はい、これで個別設定、ここで選んだもの、選択したもので、はい、こういうふうに、あ、なるほど、うん、これをどうするか、ダイナミックダンパーコントロールとか全て、はい、これも含めて、はい、いいと思いますね、こういうのが。いや、いいっすね、はい、エンジン音ダイナミックとか、なんかこう、しびれますよね。なんかこれちょっとちょっとね、ワゴンの形からする音じゃないっすね、はい、じゃないっすね、はい、はい、すごい、うん、そうなんですよ、いや、いいですよ、はい、はい、内装こんな感じでしょうか。そうですね、いや、いいな、ちょっと非日常なとこと、うん、はい、A6 感も、はい、ところどころにありつつ、なんかファミリーカーでありつつ、はい、スーパーカーであるっていう、ちょっと、はい、矛盾したところが、とんでもないファミリーカーですね。そうなんですよ、はい、ここがまた面白い。いや、いいです、うん、はい、ちょっと後ろも乗ってみていいでしょうか。はい、どうぞ。ちょっと後ろも見てみたいと思います。あ、後ろもフロント同様、うん、はい、そうですね、同じデザインのシートと、はいはい、ドア張りと、はい、そうです。あ、後ろ意外に広いですね。広いです、はい、でね、ルーフが、はい、こうワゴン車当たり前って思われるかもしれないですけど、はいはい、意外と後ろがこう低くなってる車最近多いじゃないですか。特に最近多いですよね。そう、アウディのこのモデルはすごくずっと極端なこと言えばまっすぐ後ろまで伸びているので、はい、あのヘッドクリアランスがものすごい余裕あります、はい、かなり余裕あります。僕これ375、はい、ね、座高マックス土でも、はい、はい、僕でも届かないです。そう、安心です、はい。でサンルーフついたりすると天張りが低かったりするんですけど、はいはいはい、それでもこれだけ余裕があるので、はい、開放感は抜群です、ね、すごいですねこれ、はい、でかいサンルーフ、すごくいい感じです、はい、そしてこのステッチ、これ後ろまで続いてるんですね。そう、ずっと続いてます。でぐるっと回ってる感じですね、はい、サンルーフの周りを。めっちゃ高級感ありますね、うん、後ろ、なんか後ろから見ると、はい、よくよく見るとこうすごいシートなんだなって思いますね、はい、これもだって全部後ろもレザーですよ。 そんなね、ここも貼ったら、これプラスチック、これは多分プラスチックですね。プラスチック、そう、ただ それ以外は全部革張りです、はい、全面レザーっていう、はい、シートもいい感じです。いい感じですね、硬、はい、すぎず柔らかく、そうなんですよ、高級感もあって、はい、ちょっとこの六角形感じるかなと思ったら全然感じないですね。感じないですね、はい、なんかでもいい感じの滑り止めになってる気がします、はい、背中の形もちょっと、うん、はい、ホールド感あって、はいはい、いい感じです、うん、はい、攻めすぎてないスポーツシートみたいな、はい、感じですね。いや、これちょっと高速で移動しても後ろも楽ちんですね、これ、うん、疲れないでしょうね、はい、うん、そして後ろのこの辺は、はい、オートエアコン、はい、あとリアシートヒーター、シートヒーターついてるんですね。4席シートヒーターついてるんで、なるほど、はい、はい、え、めっちゃ快適で、快適です、最高です。めっちゃ早く移動できるじゃないですか、めっちゃ早く移動できます、はい、タイムイズマーデンなんで、はいはい、そうですね、そうですよ。でこの辺は、はい、シガー2系統、はい、はい、ついてると、はい、ついてます。え、これ最強のファミリーカーですね。だと思いますよ、はい、値段以外、はい、値段はい、値段もある意味最強ですけど、いや最強ですね、はい、でこの辺と、うん、はい、え、この辺全部この色なんですね。そうなんですよ、へー、うん、なるほど。でこっちドリンクホルダーがついてる、はい、ついてます。これどうやったの、あ、あー、なるほど、はい、なるほど、うん、うん、はい、なんかしまい方がわかんないです、うん、あ、こうか、そうです、あ、なるほど、はい、いや、いいっすね、はい、はい、あれこっちは、あ、開くんだっけ、はい、あ、
あ、一応開くね。あ、トランクスルーもするんですね、はい、昔で言う、はい、ドイツ車っぽく言うとスキーサックなんてよくこう、そうなんですか、言い方をして、へ、昔のベンツなんてここにあの袋がついてて、はい、本当にスキー板を入れるとその袋がビューって伸びて、こう、そうなんですか、中が汚れない、そうそうそう、へー、っていうので長物も出るっていう、なんかあのドイツ車伝統的ですよね、このリアのセンターだけが開くっていう、なるほど、はい、やっぱりこのアバントのメインのとこですから、そうですね、はい、これなんでアバントって聞いちゃダメですか、何が、なんかこうアバントって言ったりツーリングって言ったりワゴンって言ったり、うん、それなんかこう張り合ってるんですか、はそう、あ、どうなんですかね、メルセデスはワゴンですよね、そうですね、はい、セジョンワゴンで、 BM だとツーリング、ツーリング、はい、でアウディだとアバント、アバント、はい、あれワーゲン何て言うんでしたっけ、バリアントだ、バリアントだ、はい、そうですね、なんかメーカーによってちょっと、ね、ちょっと言い方違いますね、アウディはアバント、そうですね、でアバントたるところがこう、はい、開けたところっていう、はい、あ、これも全部パワーになってるんですね、パワーと当たり前じゃないですか確かにちょっと2000万円でついてなかったらちょっと引いちゃいますけど、はいはい、トランクもそうですね、はい、なかなかの広さ で、はい、こちらの個体はこのラバーマットが引いてあります、はい、なので、こちら元々の純正のこのフロアはすごく綺麗な状態を保たれてますね、はい、でこれで仕切りがなんか、あ、そうです、ここにつけて、はいはい、仕切りをつけてっていう、ただこれがついてるんで使えないのでここに置いてあります、はい、使うときはこれ外してですね、そうです、はい、はい、とこれも使っていただく感じになります、あ、それもついてるんですね、そうです、ビューイーンって伸ばせ、はいはい、そうです、そうです、これはついてますっていうのと、あとカーゴネット、はいはいはい、はい、その辺の小物も充実してますね、そうなんですよ、はいはい、そしてこっちから当然シートも倒せるんですね、そうです、なるほど、はい、この辺は休憩ですか、はい、そこはあのもともとは昔で言うと、はいはい、この辺ってチェンジャーがついてたりとかいろんなことがあったんですけど、今としては、はい、ちょっと サービス的な豪華、そうですよね、はい、なるほど、サービス的なスペースになってます、いや割とっていうか広いっすね、いや広いと思います、現代の車からすれば十分です、はい、はい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 、この辺が下ろせるんですか、これどうなってる、うん、ああなるほど、そうなんですけど、はい、高級車なんで、はいはい、これで一緒に降りてくるっていう、そうなんですね、はいはい、だからこの状態になると勝手に閉まってる、ああこうやってちょっと透けて見えます、開けると勝手に開いてる、そうです、そうです、はい、開けると一緒にこうブイーンって動いて、あ、なるほど、勝手に開いてくれてるんです、はい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 、はい、いいっすね、ちょっと気が利いてます気が利いてますよ、こういうところ気が利いてるついでにちょっと土気が付いてないと思うんですけど、はい、この車実はドアなんですけど、はい、気が付いてた、気が付いてるんです、ちょっと珍しいんですけど、はい、うん、ソフトクローズついてるんですか、ついてるんですよソフトクローズついて、はい、パノラマついて、あれ普通の A6 ってついてます、ついてないです、オプションでグレードによって設定できるかできないかって多分あると思うんですけど、はいはい、標準ですか、違います、あ、これオプションつけてるんですか、そうです、で、あとはヘッドアップディスプレイもこれついてます、レザーシートちょっとこうところどころちょっと高級車、まあ、2000万円するから当たり前なんですけど、当たり前ですよね、はい、当たり前なんですけど、はい、意外とついてない車が市場の中では、はい、ついてなくて当たり前みたいに中古車が置いてあるんですよ、なのでここまでの装備って僕ら車でもめったに見ないです、はい、でめちゃくちゃ充実してるんですよ、してますね、で距離が9000キロじゃないですか、はい、よく9000キロで残ってたなっていうね、はい、そうなんですよ、これはでも乗りますよ、はい、はい、うん、遠く行きたいですもん、これ行きたいですよね、はい、行けちゃうし、そうで、これのやっぱり RS6 系のモデルって、はい、一番大きい時のエンジンってやっぱり5リッターだったりとかあったじゃないですか、そうするとやっぱりいろんなランニングコストもかかっちゃったりするので、はいはいはい、今このね V8 4リッターまで、はいはい、ちょっとスケールダウンしてるんですけど、はいはいはい、速さはそのままで、はい、維持費も多少は安くなってる、あ、こうだんだんこう洗練されてきた感じなんですか、そうですね、だからちょっと頑張っていただければ、はい、頑張っていただければっていうか、あの、はい、一般のサラリーマンの方でもなんとかこう頑張って、はい、ファミリーカーとして1台っていうのもなんかありなのかなみたいな、はい、いやこれファミリーカー最強ですよ、最高、最強だよね、はいはい、うん、早く快適に移動できて、うん、もうこういう快適装備ついてるわけじゃないですか、そうですね、でところどころこう高級な感じも、うん、はい、高級すぎないし、そうですね、はいはい、高級すぎるとちょっと気使うじゃないですか、ありますよね、はい、特に小さなお子さん乗せる方だったりすると
こう全面レザーとかだとやっぱり気になるし、気になりますね、はい、だこれだと要はもうこうステーションワゴンなわけですから、はいはいはい、人によってはキャンピング道具積むとか、あガンガン使えますね、はい、さっきみたいにスキー中入れる、キャリアでスキー積む、はい、スノボ積む、はい、お子さんも連れてくってなると、はい、やっぱこうある意味使い勝手はスニーカーじゃなきゃダメなわけじゃないですか、革靴じゃないので、はい、そうだからそこはこう汚れたら洗って、はい、ざっくり楽しんでっていう、そんなライフスタイルが見えてくるのかなと僕はなんとなく想像してます、はいはいはい、うん、いやいい車ですね、いやいい車ですよ、はい、で先ほどもちょっと触れましたけど、はい、ブレーキキャリパーもでかいじゃないですか、はいはい、それもやっぱり先ほどお話しした90年代に一番最初のモデルが出た、はい、RS2 アバント、はい、実は RS2 アバントっていうのは皆さん知ってると思うんですけど、世界に1台だけ RS2 セダンというのもあったんですよね。あ、そうなんですか。そうなんですよ、まあ、それはアウディ の、はい、役員の方がオーダーで作った1台機なんですけど、普通はアバント、はい、でそのアバントっていうのは、ポルシェ964のカップホイールデザインのホイールを入れてて、そうなんですか。そうで、あとはカップミラ ーで、フロントの大きいキャリパーは確か 928S4 の純正と同じものを使ってました詳しすぎないですか、はい、大好きだったんで、はい、あ、そうなんですか。そうなんですよ、やっぱそういうところからこう派生してるというか、ずっと受け継がれているので、だからポイントは、はい、まあ、僕らぐらいの世代の方って、はい、皆さんそうだよなって今動画見てもらってると思うんですよ、はいはい、で若い方は若い方で知らなかったっていうんであれば、はい、改めてこう、はい、この凄さを知ってほしいなっていうのがあります、はい、僕の中では、うん、いやいい車ですね。いやいい車です。本当に今まで紹介してきたすごく高級な車とかすごくスポーティーな車と違って、うん、またちょっと新しい方向のなんかね、はい、不思議、ある意味不思議じゃないですか。そうっすね、とんがってる部分全くないんですよ、はい、表向きは、はい、でも乗ってる人はどこがとんがってるか分かってるっていう、はい、不思議な車です。そんな感じですね。素晴らしいです、はいはい、じゃああとはエンジンルームもちょっと見てみていいでしょうか。はい、はい、よいしょ。わー、 V8 4リッターですね。そうです、はい、560馬力でしょ。はい、はい、でトルクは70キロ超え。トルク70キロ超えるファミリーカーってまあまあないですね。まあまあないですね。ないですね、はい、で、まあ、ちょっと今回ちょっとあいにくのひどい天気なんで、はい、ちょっと試運転本当はしたかったんですけど、はい、そうですね、ちょっと残念ながら今回は、はい、そうなんですよ、天気がちょっとあいにくの、はい、もう梅雨そうなんで、ね、そう、はい、で梅雨降りが強いの風がすごい、はい、嵐みたいな、まあ、商品車じゃなければこういう天気こそこうちょっと四駆の、そうなんですよ、はい、凄さをね、そうですね、はい、体感できるところなんですけど、うん、はい、売り物なんで、はい、ちょっと我慢します、はい、ちょっと価格も価格ですからねそうですね、はい、ちょっと今回は試乗はなしっていうことなんですけど、うん、はい、残念ながら。でヘッドカバーなんかも結構かっこいいですね。かっこいいですね、はい、やっぱり見せるデザインは考えてるので、ね、内装となんかちょっとまた違ったイメージの、はい、赤とこのこれ結晶、え、プラスチック、これプラスチックですね、はい、結晶塗装風なザラザラの、ザラザラ感があります、はい、うん、この辺も考えてますね。ポテンシャルもすごいんですよね。すごいですね。海外チューナーだとなんかとんでもない馬力にしてるのとかあるんですよね、はい、うちも過去にこの方の前期型とかでコンピューターチューニングちょっとお客さんとしたりなんかして、まあ、600馬力、700馬力しようって、ね、作って、ね、はい、やって乗ってみましたけど、まあ、ブーストアップで年長取ってこんなに速くなるんだっていうぐらい怖いぐらい速かったです。っていうのもね、ノーマルが、はい、速いです。で、ノーマルの良さは、はい、低回転からものすごいピックアップがいいんですよ。だからもう軽い感じですね。でもポテンシャル自体はもうサーキットでスーパーカーを、スーパーカーをこう追っかけ回せるような、あ、もう楽勝ですね、はいはい、僕が言うのも、まあ、カメラマンさん一番多分分かると思うんですけど、やっぱり肉の箱車でサーキットって走るって意外とこう大変なんですよ。あ、なるほど。なんでトラクションも意識しつつみたいな、しつつ、はい、そう、滑らせなくて滑らせつつみたいなところあるじゃないですか。でもこれある程度こうクッと入ってしまえば、あと車が頑張ってくれるんで踏んじゃい踏んじゃいみたいな勢いもいけるんで、一般道でもそうじゃないですか、はいはい、なんかこうね、ゲリラ豪雨とか最近多いですから、はいはい、高速走ってて私のところに水溜まっても、はい、ある程度は車が、はい、ある程度というかかなり制御してくれるんで、はい、100キロ普通に走っていれば安心ですね、はいはい、やっぱりアウディのこのクワトロは、いや、もう最強だと思いますよ、はい、僕は北海道でもやっぱり支持されてるって。そうなんですよ、はい、一番輸入車の四駆っていうと北海道に住まわれてる方は皆さんアウディって言います、はいはい、いや安心だっていう、
手塚さんにそれ聞いて、あ、そうなんだと思ったんですけど、本当にコメント、うん、YouTube のコメントで、うん、やっぱりアウディ、北海道はアウディ の, そのクワトロが最強ですっていただいたので、そうですよね、はい、だからどうかわかんないですよ、はい、どうかわかんないですけど、やっぱり BM の X システム、エクストラクションとか、はいはいはい、あと X システムか、はい、あの四駆ですね、はい、ベンツのフォーマチックとか、はい、やっぱり追いつけ追い越せでやってると思うんですよね、はいはい、うん、なんかもう本当にすごいですね、この車は。僕乗りたいです、個人的に、はい、本当にいいと思います。おすすめですよ、これは。いいです、うん、じゃあ続いてちょっと店頭周り見てみたいと思います。お願いします。これデイライトですかね。スモール、あ、スモールですね、うん、このチューブがある感じでしょうか。はい、でロービームはこの3連ですかね、はい、外側の LED が、はい、光ってる感じです。そしてハイビームは内側が光る感じですね。はい、でウインカーはこの流れる、はい、タイプのウインカーがヘッドライトと、あとミラーの端っこも光る感じですね、はい、ちょっとじゃあ続いて後ろも見てみたいと思います。スモールがちょうどこのチューブが光る感じです。そしてブレーキはこの上の LED とハイマウントですね。そしてウインカーは同じように流れるタイプで、バックがこの内側ですね。あ、でバックフォークがこの下側ですかね、が光る感じです。ありがとうございます。じゃあ続いてマフラーの音もちょっと聞いてみたいと思います。これコンフォートです、はい、ありがとうございます。あ、本当だ。でヘッドアップディスプレイもついてるの、これ、はい、ヘッドアップディスプレイは見て、はい、あ、ついてんだなって。ナイトビジョン、え、なんかもう普通にメルセデスと装備変わんないじゃん。 S クラスと一緒ですよね、うん、え今あの反射しちゃってるけど、これナイトビジョンです。あ、そうなんですね。そうなんですよ。え、これもオプションですか。そうです。え、めちゃめちゃ充実してますね、この車。はあ、巨リウスだし、うん、はい、いや、これお買い得じゃないですか。いや、相当お買い得だと思います、うん、だから車屋さんも欲しくなっちゃう1台です。誰とは言わないですけど、はい、はい、ちなみにレーダーとドラレコもついてますと、はい、もうだって買って何もしなくていいじゃないですか。何もこのままもう、はい、そうですね、レーダーとドラレコは買ったらつけておきたいですもんね。そうですよ、はい、今時はそれもいらないと、うん、はい、すぐ乗り出せると。もうすぐ乗れます、はい、はい、あとは車高を通してアルミ入れてもらうぐらいです。そうですね。え、いいですね、うん、そう、音もなんかメルセデス系の V8 となんか全然違う音するんですね。全く違いますね、はい、はい、ちょっと RS って言うから、はい、もうちょっと音出ててもいい気がしなくもないぐらい、はいはいはい、けどなんかすごい力強いですね。じゃあ力強いです。けどなんかメルセデスのこう63系のドロドロ言った感じじゃなくて、はい、うん、ボンボンみたいな。そうですね、はい、だからなんかでも車がそのご家族で使う前提の、はい、あ、ステーションワゴンって考えたらちょうどいいかもしれないですね、はい、確かに快適で、はい、速くて、はい、まあ、あのこれ以上うるさくしろっていうのは最強ファミリーカーです。何とでもそう、はい、最強だと思います。値段もはいそうですね、はい、はい、で土方さん毎回聞いてるんですけど、うん、カスタマイズは先ほどちょっと触れ、はい、ちょっと触れましたけど、はい、はい、はい、ローダウンして、はい、タイヤホイール入れて、はい、ってやりたいですね、はい、あとは お好みによってマフラー、あ、そうですね、はい、コンピューターもやっちゃったそうですね、はい、でもまあ、いろんな方向でいろいろできますからね。そう、遊べると思います、はいはい、カスタマイズのベースとしてもかなりいいんじゃないでしょうか、うん、はい、はい、はい、というわけで今回はボンドカーズ東京よりアウディ RS6 アバントをご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。